今日は NFS6604GFMGDD というミシンを紹介します。既存モデルの NFS6604GFMHDD と比較して紹介させていただきます。まず、関西スペシャルの全てのフラットシーマに採用されているオリジナル機構を紹介します。 一つ目、送り量の調整がレバー操作で行えます。ここです。作動比の調整レバーがこちらです。送り量の調整レバーがこちらです。このレバーを左右に動かすことで送り量が変更できます。二つ目のオリジナル機構は NFS6604GMH と NFS NFS6604GFMG には約8.5ミリの幅広のメスがついています。NFS6604GLM や他社の一般的なフラットシーマは約7ミリの幅のメスがついています。関西スペシャルには2種類のメスの幅のフラットシーマがあるということです。 3つ目のオリジナル機構は、すべての関西スペシャルのフラットシーマには、高さ調整プレートが同梱されています。このプレートで、オペレーターの身長やテーブル、スタンドのセッティングに合わせたミシンの高さ調整が可能になり、縫製時にオペレーターが疲れにくいように調整ができます。4つ目のオリジナル機構は、 全ての関西スペシャルのフラットシーマには LED ライトとブラケットが同梱されています。専用設計のブラケットで可動式の上、ライトの照射角度も変えれますので、とても使いやすいです。NFS6604GFMG だけの特徴を説明していきます。 一つ目は、チェストプロテクターが標準装備されています。これは、この場所に取り付けて、オペレーターが縫製するときに、ミシンから発生する振動や熱を和らげる効果があります。また、縫製時、オペレーターは、張り落ちを見ながら縫製するために、ミシンに近づいて縫製しなければなりませんが、このプロテクターに軽くもだれかかって縫製することで、 目線が安定し、上半身が安定して疲労が軽減されたという声があります。オペレーターから大変人気があります。次に、このミシンには6ミリと5.2ミリの2種類のゲージサイズが設定されていますが、6ミリから5.2ミリ、あるいは5.2ミリから6ミリのゲージ交換の部品点数が、 針株、押さえについているキャリア、針板の3点のみで交換可能なため、他社と比べて安価にゲージ交換が可能です。価格の高い押さえ本体は交換不要です。次に、多様な縫製に対応できるように、たくさんのゲージパーツが同梱されています。 大きく分けて4つのカテゴリーに分かれます。1つ目、押さえの臭。2つ目、生地ガイド。3つ目は、幅狭のメス交換セット。4つ目、伸びるルーパー糸用の針板の爪です。順番に説明していきます。ちなみに、この入れ物もニシンと同様日本製です。 同梱部品一つ目。臭が2種類同梱されています。これは押さえの一番下に取り付ける部品で、生地を押さえる役目とガイドする役目をします。ミシンにすでに取り付けられている臭は短く羽根付きのものです。短く羽根なしの臭。長く 羽のついている州が同梱されており、合計3種類の州が使えます。縫製する場所、使用する生地によって使いやすいものを選んで使用していただくために同梱しています。選択の目安としては、短い州はカーブの部分を縫製するときに使われます。 長い衆はまっすぐの方製の時に使われます。ヨガパンツの内繰りなどの方製に使われます。羽のあるなしは左側の生地端を右の方に行かせたい場合には羽ありの衆がよく使われています。同梱部品二つ目。 生地ガイドが本体についている一つプラス三種類同梱されています先端が右側にカーブしているもの生地ガイドがついているもの先端が左側にカーブしているものこれは標準的な薄物用ガイドですこれらのガイドも 生地や左右の生地の仕上がり位置、またオペレーターの好みで要望される生地ガイドが異なりますので同梱しています。目安としては厚めの生地はミシンに取り付けられているガイドをお勧めします。薄めの生地がこちら3種類です。このガイドはストレッチの強い生地の場合よく使われています。 ストレッチの強い生地は生地端が巻いている場合が多いので生地を立たせることのできるこれらのガイドは巻いた生地を立てた状態でナイフのところまで活かせやすいので使いやすいそうです先ほど説明した臭そしてこれら生地ガイドの種類と取り付け位置で縫製の仕上がりが変わりますので これらの同梱部品を組み合わせることでお客様の要望に合った縫製が可能になります。同梱部品3つ目。フラットフシーマの押さえには生地を切るためのメスが取り付けられています。NFS6604GFMG には約8.5ミリの幅広タイプのメスが取り付けられています。 こちらが標準で取り付けられている上メスです。こちらが下メス。こちらも上メスに合わせて幅が広いです。ミシン購入時に取り付けされています。こちらが一般的に販売されているフラットシーマと同等の7ミリの幅狭タイプのメスです。 NFS6604GFMG は、この標準、幅狭タイプのメスも使用することができ、必要な交換部品が同梱されています。上メスの幅に合わせて、下メスも幅が狭いです。幅狭のメスを使用するときは、下メス、ブラケットなど、周りの部品も一緒にセットで交換する必要があります。 そしてミシンに同梱されています。幅狭の上メスだけを交換して使用した場合、綺麗に切れない等の不具合が発生しますので、幅狭タイプのメスに交換する場合は、必ず同梱されている部品をセットで交換してください。NFS6604GFMG は、幅広、幅狭、 二つのタイプのメスを使用することができ、お客様の縫製品に合わせて変更して使用していただけます。これは NFS6604GFMG だけの特徴ですので、NFS6604GMH では変更できません。一般的に言われていますのが、標準の幅狭タイプの o ェメスセットは、厚い 生地を縫製するときに有効だと言われています。必ずセットで交換するようにお願いいたします。同梱部品四つ目。針板につける爪です。伸びる糸をルーパー糸に使用するときに使います。標準で取り付けられている爪は、 ルーパー糸に伸びのない糸を使用するときに使われます。このような糸です。また、この糸のように寄っていない糸で伸びのない糸も標準の爪で綺麗な縫い目が出ます。NFS6604GFMG は、ルーパー糸がこの糸のように伸びる糸を使用するときに有効な爪が同梱されています。 このような伸びる糸を使われるのは主に下着を縫製する場合です。新しいモデルの一番大きな変更点は押さえです。こちらが NFS6604GFMG の6ミリゲージ用の押さえです。こちらが NFS6604GFMH の6ミリゲージ用の押さえです。 押さえの違いを説明するために、周を外しました。こちらが GFMG 用の押さえです。こちらが GFMH 用の押さえです。布ガイドが違います。ただし、これら布ガイドは互換性があります。さらに、 他にも形状の違う布ガイドが販売されていますので、お客様の縫製品により変更可能です。余談ですが、縫製時は、この布ガイドと押さえの間の隙間に生地が通っていきます。熱い生地を縫製するときは、布ガイドを削ってスムーズに研磨して、この隙間を大きくします。GFMG と GFMH の このの隙間の違いはほとんん。どありません次は布ガイドを外して押さえのトンネル部分メス部分を確認します GFMG の押さえはトンネル部分が大きく取られています。 GFMH の押さえは少しトンネル部分が小さいです。ちなみに薄物用の GLM はさらにトンネル部分が小さいです。次に補助押さえが異なります。GFMG は I タイプです。GFMH は T タイプの補助押さえです。 お客様からの要望で T タイプだと縫製後の生地に補助押さえの後が残るということで GFMG では変更しました次は固定メスは GFMG と GFMH は同じ部品ですが取り付け位置の高さが GFMG は GFMH よりも0.6ミリ高くなっていますこのため GFMG の方が生地を左右の奥の方まで生かせやすくなっています次はウエメスですこちらが GFMH のウエメスです こちらが GFMG の上メスです。これらのメスの幅は GFMHGFMG ともに8 5ミリなのですが厚みが異なります GFMG のメスは厚みが1 2ミリありますメスに強度を持たせるため0 2ミリ厚くなりました GFMH のメスは厚み 1mm です。しかし GFMH の押さえではこの 1.2mm の GFMG の上メスは使用できません。厚み 1.2mm の上メスを使用すると押さえ本体に干渉してしまい部品が破損してますのでご注意ください。 GFMG では、この1.2ミリの厚みのメスと GFMH で使われている1ミリの厚みのメスのどちらも使用可能です。もう一度言います。GFMH の押さえには、厚み1ミリの上メスしか使用できません。GFMG の押さえには、厚み1ミリと1.2ミリの上メスが使用できます。さらに、 GFMG の押さえは、7mm 幅狭間のメスとの互換性を持たせたデザインになっています。そして先ほど説明した通り、同梱部品として提供しています。幅狭間のメスに交換するときは、これらの部品を必ずセットで交換してください。 上メスは上メス抱き、上メス補助板も交換し、下メスは下メス抱きも一緒に交換してください。 下メスは下メス抱きも一緒に交換してくださいこの部分に溝がありますので下メスをこの溝に入れて取り付けします下メスの交換方法です先に下メス抱きを仮締めしてセットします そして、下メスを押さえ本体の溝に合わせて挿入し取り付けます次にこちらも先ほど説明しましたが GFMG にはシューが2種類同梱されています。 羽根付きの短い衆が押さえ本体についています g f m h には羽根付きの長い衆が押さえ本体についています GFMG には、 GFMH の押さえについている羽根付きの長いシューと GFLM の押さえについている羽根なしの短いシュトもついています。これら3種類のシュトを選んで使用できます。 周の取り付け方法です。一部の周は取り付け穴がこのように長穴になっていますので左右の位置を微調整することができます。まず向かって右側の周を先に取り付けます。 長穴の衆はこのように左右の位置調整が可能です。しかし、押さえ本体に対して平行にまっすぐに取り付けないと縫製に不具合が生じますので気をつけてください。クランプを衆に引っ掛けて右手人差し指で保持します。 左側の州も同じように引っ掛けて取り付けします。このクランプの取り付け方の間違い、臭の取り付け方の間違い、位置の不良で縫製に不具合を生じている場合がありますので、間違えないように取り付けてください。